皆さんこんにちは、改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回も元気に改造車紹介したいと思います。紹介してくれるのはボンド大阪岡くんです。お願いします。今回はでもこのノリで言っていいやつでしょ。いいやつやけど、はい、あもう土はこれから改造車ジャーナリストでやっていくんだって自称です。自称、はい、というわけで今回も紹介したいと思います。はい、で今回ゲレンデ紹介するんですけれども、はい、コンセプトがあるんですよね。そうです、ダサく仕上げてくれた。すげえダサくしてくれと。まあイメージはアメリカのラッパーです。はい、もうアメリカのラッパーがこんな感じで乗ってるイメージ。はい、というわけであんまり聞かないコンセプトで今回あの車を仕上げたということ で、なんで今回はお客様からもうほんまにもう好き勝手言ってくれと、もうダサくしてくれっていうのはそのお客様からの要望。そう新車買ったんだよね、とりあえずダサくしといてよって。ダサくってどういうイメージですかって。ラッパーみたいな、あのなんかすげえダサいけどなんかちょっとアメリカンな感じがっていうのが、はい、ちょっと僕の中でこうやって、ああもうようわからんからじゃあそれで、はい、ふわふわっとした説明ですけど、そうです、はい、というわけで今回外装もいろいろ触ってるということ で、はい、まず前回りから見ていきたいんですけど、はい、見慣れないパーツが、そうです、ブラッシュガードフルクローム加工しました。あ、これクローム加工なんだ。そうです、やっぱり純正設定ないんだ。ないです、純正はブラッシュドシルバーみたいなやつとグロスブラックしかないんですけど、ラッパーっぽくって言ったんですけどアメリカでもこれはないんですよね。だから僕らのイメージです、 あくまでちょっとこう派手な。でもアメリカってなんかクローム文化があるから、そうですね、結構ホイールは必ずこうクローム設定があったりとかする、そうそうそうとかもあったりしますし、まあ、ちょっとこれも最初なんかいつもお願いしてるところを送ったらなんかできないって言われたんですよ。なんかその素材の関係でこれはできませんって最初言われて、ああじゃあもうブラッシュド普通のでつけようかなと思ったら、なんかとある方法があるって言ってやってみますかってやってもらったら、もうこのバキバキのクローム、ここもクロームなんだね、はい、もう全部棒だけじゃなくて、はい、そうです、全部クローム、もう全部クロームにして。というわけでこのブラッシュガードがついてるんですけど、そもそもなんかアメリカだとブラッシュガードがなんか装着率ほぼ 100%。 そうなんですよ、ツッチーともよくそのアメリカ行ってっていろいろ見るんですけど、ブラッシュガードとナイトパッケージはなんかほぼほぼついてますよね。ついてないのなかったよね。なかったっす、ほぼ 100% ついてるということ、はい、逆にヘッドライトもめっきり見なかったっすもんね、向こうで。確かに、はい、だからこの辺はまあアメリカっぽくしたいんであればもうマストのアイテムかなということで、そうですね、はい、今回まあ普通じゃないですけども、普通じゃないです、はい、あの今回つけてある。ディーラーさんも結構驚くと、はい、まあ、日本ではそもそもつけてるのが少ないですから。確かに、はい、そしてもう一個気づきました、はい、ナンバーがない。ないです、ないです、もちろんあのアメリカはあのフロントナンバーなくていいじゃないですか。確かに、こちらのお客さんは歴代愛車全部スムージングです。あ、そうなんだ。もう A45、35GTR でこのゲレンデご制約いただきました SVJ もナンバーがないんで。あ、そうなんだ、はい、あのちゃんと走るときつけてますよ、うん、はい、穴がねどうしてもね。そうです、こうどうしてもやっぱりこう結構まあツーリング行ってみんなで写真撮るときとかにやっぱナンバーダサいなって言って、ですぐ外せるようにここにあのワンタッチで、はい、カチッとナンバーカチンってつけれるんです。付け外しができる仕様をしていると。はい、だこの辺がつるんとしてそうです、ここもスムージングして写真映えする仕様になってるということで、はい、で前回りはこんな感じ。前回りは、はい、あとまあプロテクションは貼ってます。貼ってるんだやっぱり、はい、結構踏む方なんで。なるほど、はい、そういった飛び石も守れるプロテクション。そうですね、プロテクション貼ってますと、はい、こんな感じの前回りになってる。ここまではあんまりそんなダサくしてくれっていうのは、まあ、まあなんかちょっとこれは正直ちょっと賭けでしたけどね。はい、でもその今から見ていく他の部分との組み合わせで多分これだけ突然つけるとおかしいんです。確かに確かに、そう、全体の雰囲気としてこれは良かったなって。でもランクルとか結構メッキのこの、ああ多いですね、あのパジェロとかそんなに浮いてないというか、はい、割と一体感は。でもなんかゲレンデでは見ないんでちょっと違和感があるんですけど。というわけでこんな感じの前回りから横行っていいですか。行、はい、きましょう、はいはいはい、こちらじゃん、はい、はい、こちらイージーラグジュアリー。はい、もう名前がラッパーみたい。AG ラグジュアリー。AKA。そう、そんな感じです、はい。というわけでこちら。はい、これゲレンデで見ないね、はい、確かに。そうですね、オートサロンでカリナンにつけてたやつと。うん、確かに最近ディッシュ系の勢い増えてきてますけど、そうですね、日本だとまだ少数派ですね、まあ、最近増えてきましたけど、老舗 HRE もディッシュ出しましたしね。確かに、で最近あと MV もあれだけバキバキの削り込みがって言ってたら、もうどうやってつけんのみたいなディスク出してきたり、うん、フォージアートも、まあ、穴がないやつ、うん、はい、出してきたり、まあ、平らなやつね。そうです、でも純正でも平らなディッシュのやつ出してきたりとかしてるんで、もうその
ディッシュブームに乗っかったやつですけれども、デザインしかり、もうこのフィニッシュしかりゲレンデでこれんどうなのっていう、はい、もういろいろ見たんですよ。どのホイールが達成かなって見ながら、これどうですかってホイール単体で見て、なんかめっちゃ雰囲気出そうってこれにしよう、僕的には予想もうちょいちょっとごじゃっとなるかなと思ったんですよ。意外とまとまっちゃったっていう確かにそうなんです。だから結構このデザインかっこいいなって、だから内山さんのあのカリナンのワイドボディマンソリーのあれもかっこいいなって。確かに確かに、なんかあのいろんなパーツ混ぜてもちょっとダサくするって結構難しいんだなっていうの。でもゲレンデで結構オフロード色、他のその、はい、カリナンとかレンジとかと比べて強いじゃない、はいはいはい、そこに来てなんでこのギャップはすごいね、やっぱり、はい、そうですね、このタイヤの薄さしっかり、はい、で本当に見た感じ、はいはい、ラッパーとか中東系のお金持ちの人が乗ってそうな感じ、あのドバイのナンバープレートで1番だけ の、 あのめっちゃ高いナンバーつけてたりとか乗ってそうな感じの、こんなホイールが、はい、デザインが AGL73、デュオ、2ピースです。あ、これ2ピースなんだ。2ピースです、はい、あの全くあの内側が見えないんで、見えないです。1ピースなのかどうかも分かんないですけど、はい、これ実は2ピース、2ピースです。フィニッシュが天面ポリッシュで、あ、これポリッシュなんだ。そうです。さすがにこれはメッキかけなかったんで、いやちょっと悩んだんですけどちょっともう新車が来ちゃうんでいやちょっとクロームもどうかなと思って、でまあちょっと初めて頼むメーカーさんだった、デイリーユースで使われる方なんで、いやまあポリッシュにして、でもこれ届いて輝きが足りなくて日本で磨きました。あ、磨き直したんだ。はい、というわけで映り込みが本当にミラーぐらいまで、はい、そうですよ。結構最初傷がすごくて、はい、でまあ、アメリカのねポリッシュってね、そうなんですよね、職人のハンドポリッシュだからね。そうそうそう、ちょっと甘いなと思って日本でもうちょい追い込みました。なるほど、はい、さらに手が加えられてると。そうです。でこの、 あの天面ポリッシュでこのサイド、もうウィンドウって言うほどウィンドウでもないですけどグロスブラックで、なるほど、はい、一段へっこんだところは黒くなってると。そうです。でこれサイズは24インチ24です。もうゲレンデマックスサイズということで、はい、そうです。投資じゃなくて今回はあのリア太いタイプで入れてるので、でもフロントもちゃんと緩やかに、はい、ラウンドしてて、はいはい、いやまあこのデザインでめちゃくちゃコンケーブしててもちょっとダサいんですよね。それもいいじゃん。いやまあまあ、 あのダサさを追い込むとそれもありですけど、あのすり鉢みたいな感じになる。そして、はい、あの洗車してて気づきましたけども、はい、なんとキャリパーが塗ってあるそうなんです。これお客さん塗る意味本当にでもなんか万が一見えた時に赤はダサいじゃないですか。見えない、見えない万が一がないです。いやもうなんか整備の時以外見えないもっとキャリパーが見えるデザインというか、他のスポーク系のデザインだったら僕ちょっとキャリパー の、 あのクローム加工も考えました。あのマセラティの純正オプションであるんですよ、ね、そう、あれもちょっと考えたぐらい。確かに、はい、でも今回はもうボディ同色で、はい、というわけで全く見えないキャリパーもペイントされてる。そうです。でこれ車高も下げてあると。車高はあの我らが IID のダウンサスで、はい、はい、これもうねここまでなってたらね、はい、あの前も言ったけど上げてもいいなって思った。いや確かにで上げるとやっぱりゴツゴツ系に振りたくなるんですよね。なんか上げて、で上げるとやっぱ22ぐらいまで、あの大きくしても22ぐらい。というわけで今回はローダウンに24インチの組み合わせということで、はい、そしてもう一個気づきました。これこれ US、 これはマーカーじゃないんですよね、まあ、リフレクターというか反射板、うん、リフレクターですね。ここからのこのパーツと、うん、ごっそり交換なんだよね。ごっそり交換です。だこれだけポコってつけるんじゃなくて、はい、もうこのモールごと交換で。そうです。これめっちゃ高かったです。あ、そうなんだ、はい、ちょっとまあ前後あるんですけど。え、それは送料がってこと？パーツ代も、いや普通にパーツで高かった。あ、そうなんだ。なんか 2,30 万近かった。はい、こんな光もしない、はい、そうなんだよね。これ光らないんだよね。そう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 、本当に反射だけということで。そうなんですよ。でアメリカだとその放棄の関係で前にオレンジ色、はい、後ろに赤い反射板が必要ということで、はい、これはもうそこはラッパーを演出するんであれば必須アイテムかなと、はい、でこれです、はい、そしてここだけじゃないんですよね。実はこっちも変わってるということで。そう、こっちも変えたんです、はい、これちょっとあの光るようにします。というわけで、はい、なんとここのウインカーも変わってて、はい、横に LED が入ってる。はい、まあ俗に言う US マーカーですね。あ、なるほど、はい、これ日本のやつは入ってないんでしょ。そもそも入ってないです、はい、ヨーロッパです。見比べたんですけど、もともともうここあの何もないんですよ。はい、じゃあそれごと交換しないと光らせられないということで。でごと交換でも光らんかったんで。え、配線処理が必要ということでしょうか。そうです、そうです。カプラーオンじゃ、まあ、もちろんダメだったんです。加工が必要ということで、はい、で確かに夜見るとね、はい、めっちゃ目立つんだよね。そうなんですよ。だからこれがそのこの前狭い行った時にずっと横走ってるゲレンデ見ながら、あれいいなって。分かる分かる分かる。そうそうそう。でゲレンデってこことテールのその横
ちょっとテールはね、ちょっと今回は一旦断念しました。なるほど。でもちょっとあのもうボロボロにしてこうやったらいけるんじゃないかっていう方法があるんで、ちょっと後日それはやりたいんですけど。というわけで前のこのマーカーとウィンカーが変わってると、はい、そうです。細かいところもやってありますね、はい、やってます、はい、もうそして横に関してはそんなに大きく触ってるところは、はい、そうですね、まあ強いて言うならフルスモにしたかったっ。やっちゃいましょう嘘です、ダメです。新車で速攻いじってフルスモでディーラー乗り込んだらそれダメです二度とディーラーに入れなくなるってこと、はい、でもやからここもお客さんも泣く泣く、はい、もうじゃあそれはあの写真で加工してフルスモに、はい、もうあのこれぐらい濃いの貼りたかったんですけど、あのスケスケは逆にやらない。いやなんかねすごいクリアガラスブームあるじゃないですか。僕逆なんですよ。もうフルスモにしたくてたまらないんですよ。アメリカ結構フルスモ多いんだよね。多いです多いです。でしかもまあまあ濃いんで、まあ、日差しが強いのとなんかその有名人が乗ってるとやっぱりプライバシーの関係で、はいはい、多少許されるみたいな感じで、はい、結構フルスモもだからショップ行った時も、はい、結構フルスモの車入ってたり、そうそう、だからへーって言って見ても見えないんですよ、ね、中が今回はあの日本で乗るにあたってできないですけど、はい、こんな感じ で、はい、そしてでリアに関しては若干太くなって335が入ってるということで、はい、入ってます。ラウンドっていうかその根茎深いはそんなに変わんないですね。わずかに入ってるぐらいかな、はい、ですね。結構なんかドロップ外でいうと同じぐらいじゃないかな。そして出面はノーコメントでお願いします。出面それはラッパーが甘かったらダメなんで。そうね、そうね、はいはい、というわけで、そうです、はい、そうですね、いい感じの出面と言ってください。いい感じって言っといてください、はい、そして後ろもこれが、はい、問題のデールランプということ で、 そう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 、これ自体は変わってんの今。いやこれはねもうノーマル戻しました。ノーマル戻した。もうねあの、ハイフラスルは、あーなるほど、あのテールライトのエラーデルはで、サムも変えないかんしハーネスも変えないかん、ハーネスで肩が50万んみたいになって、じゃあめちゃめちゃハードル高いんだ。そうなんですよ。だから今 US テールと日本のテールを準備して合体させて、そう、そこを移植してちょっとなんとか。いやあのウィンカーもこれ日本ってこの真ん中、あれでも北米だと赤くなっちゃうんじゃないの、ウィンク。あ、そう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 。じゃあダメじゃん、まあ、そこも合体技で、合体技でちょっとなんとかクリアできない、はい、でここが、そう、ここが光るんですよ、ここにね。分かんない分かんない。このいやだからこれね、いつもあのうちの輸入担当の人に、うん、ここが光るんだよって言ってもアメリカの人ってもうそれが普通なんで分かんないんですよね、どこが追加されてるか分かんない。いやそうそうそう、で向こうは向こうで日本はじゃあ何が光らんのんやって話なんで、だからここのこのここに確か2発ぐらい入ってるんですよ、はい、というわけでこのテールランプも今回は変えてないんですけど、そうですね、ちょっと次は変えたいんで、はいはい、こんな感じのエクステリアになっております。じゃあ最後になりますけれども、はい、あのダサいって言ってたから痛いのを想像してたけど、個人的にはいや全然かっこいいなっていう。いやだから今回予想以上にかっこよくなっちゃったんですよなんかほんまは一番の問題作予定やったんですけど、意外となんかまとまっちゃってでもね、もう本当に想像通りというか、はい、本当にあのラッパーが乗ってそうな感じ。そうですね、お客様と会ったら、あ、好きそうって感じなんですよ。ちゃんとオーナーさんのイメージともこうマッチする感じ。結構この子があり、SVJ があり、あーなるほど。で、普段はプリウスなんですけどというわけで、あのボンド大阪の振れ幅の大きさ、はい、まあ軽自動車もやりますね、はい、いろいろできると思いますので、はい、ご相談ください。岡君、なんか僕に言いたいことがあるみたいで、はい、なんとボンドチャンネルの登録者数が8万人を突破したそうです。ありがとうございます皆様、ありがとうございます本当に、はい、引き続き頑張って改造車をお届けしたいと思いますので、はいはい、僕もあのこの間チャンネル登録しましたというわけで皆様チャンネル登録とインスタのフォローもよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty? It's what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance. Yeah, face value had you at a glance. Yeah, but nobody ever asked if you could dance. Yeah, well, the only one that did that was somebody like.